皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回も新規初投稿のボード、メイルマンさんからのねギター用の直列ボードを投稿いただきました。誠にありがとうございます。初ボード作りで初投稿になりますということでですね、最初見た時はエフェクターをですねパーツで固定するアクラムギターズかと思ったんですよね。そしたらコメントを拝見したらね、もう完全な自作みたいですね。とってもそれから、エフェクターのボードもそれから金具もですね、なんかご自身で全部組み上げられたみたいですね。ミスミっていうサイトって書いてあるので見たんですけど、どのパーツなのか全然、特定ができないぐらいいろんな部材が載っておりました。でボードの方はねアルミレールフレームっていうことなので、この L 型のこの金具っていうのをねこううまく移動できるんでしょうね。それでこんなに綺麗にね、配置、ができる、固定ができるということだと思うんですけども、これをねお一人で全部設計して作られたっていうとすごいなというふうにね感心して見ておりました。それからボードのねエフェクターの方なんですけど、ミニペダルがね、全面ずらっと並んでいるところがね大きな特徴ですね。それからねペボーさんも愛用している TCL のねホールオブフェイム、こちらはね通常サイズなんですけども、今最新のモデルではねミニタイプも出ておりますのでね、こちらもねご注目いただきたいと思います。リバーブですね、ということで次回ねマイページ公開いただいて、このボードのミニ、ペダル、ほぼオンリーボードのですねサウンドも聞いてみたいなと思いますのでね、ステッカー届きましたらねぜひともまた公開いただきたいと思います。この度は投稿誠にありがとうございました。すごい自作のボードでした。ありがとうございました。